2023年2月19日、みゆき公園で行われた完売会には、春の風に誘われて多くの市民が訪れました。みゆき公園には、大小さまざまな梅が25種類、232本あります。白加賀はまだ三分咲きです。豊後はまだつぼみです。紅千鳥、奥宿、南高は五分咲きです。みゆき公園はかつて明治天皇が行幸されるほどの完売の名所で、天皇の行幸から幸い区という名前が生まれました。甲州最小は満開です。梅は奈良時代から観賞用の庭木として栽培され、国内では600品種、世界では1000品種を超えるとされています。こちらの奥宿は満開で実がなります。梅は用途に応じて実を収穫するための実梅と観賞するための花梅に分類されます。呉羽しだれ、琉球小梅、鹿児島港、玉ボタン、こちらは県境という種類です。